ヨガ常盤と申します。心もほぐれるというか、日頃のストレスがそのヨガの時間だけはファーッとこうちょっと落ち着けるような、そんな感覚がすごく好きでハマっていきましたやっぱり一人だと一つは続かないっていうのがすごいあって、こういうふうにみんなと一緒にこうやっていくことで楽しくこうわははほほと笑いながらこう続けられるのかなっていうふうに思います。久しぶりのヨガっていうところですごい気持ちよかったです。こう違った空間でやることですごくあの周りがこう木だったのですごくリラックスして、で常盤さんの声にもリラックスして、なんかいい時間を過ごすことができました。今回はその大東住宅さんの方でこのモデルハウス宿泊体験型のお家を見てみたいという方もぜひ来てもらいたいですし、あとは家探し、まあ、ちょうど私も最近家を買ったので、いろんな家を見てその選択肢を広めるってすごく家探しには大事なことかなと思うので、ぜひあの気になっている方とかイメージを膨らませる一つとしてもなんかご参加いただければ嬉しいなと思います。大東住宅さんの特徴ってすごいこう木の香り、地産地消で こだわってると思うんですけれども、まあ、そういう空間の中でナチュラルに自分を出していくとか、そういう自分を見つめていくっていうところがすごくヨガとマッチしてるなと思ったので、はい、ぜひ自然体で ありたい方とか、最近デジタルがやっぱり多いのでそういう風に触れたい方は来ていただければと思います。こういう香りとかを吸い込むことによって五感が活性化されるというか、リラックス効果がやっぱり出てくるんじゃないかなと思うので、お家の中で吸った時に木の香りを嗅いで心地いいなっていう風なだけですごいなんか心が豊かになるのかなと思うので、はい、そういうところがいいかなと思います。ありがとうございます。